私の名前は沙織。26歳で営業事務をしている。夫の和也とは結婚2年目で、現在待望の第一子を妊娠中だ。妹の美里も妊娠したらしい。生まれたら同級生だな。母さんの喜ぶ顔が浮かぶ。なんて喜ぶ夫。ちょっとマザコン気味かなとは思う。まあほんわか優しそうな義母だから、慕う気持ちもわからないではない。義実家には義妹夫婦がいるから、距離もあるし、今のところは問題ないか、なんて。順風満帆な生活を夢見ていたけれど、妊娠9ヶ月目、お腹の子が逆子だと診断されて、リスクを考え、帝王切開を勧められた。お腹を切るってことが怖くて、すごく不安になったけど、本来なら頭が下にあるところ、手足が先に出てしまうことの危険を医者に説明されて、何よりお腹の子供の安全を考えた結果、もしも今後も変わらず逆子なら、帝王切開にするって心を決めた。夫もきっと同じ気持ちに違いない。だから、入院直前にバタバタする前にって、夫を伴って病院に行き、同意書を前にした夫の反応に驚いた。は?帝王切開だと?ひどく不快そうに顔を担当の先生に向ける夫。丁寧に事情を説明してくれた先生は困惑気味だ。なんでそんなことになるんだよ。だから逆子なの。そのまま産むのは危険だから。危険危険って言うけどさ、それってただの逃げだよな。普通に産むのと違って、さっさと子供を出すんだろ?楽したいだけじゃねえか。甘えてるんじゃねえよ。バカにしたように鼻で笑う夫。甘えている、だなんて。どういう思考でそんなことが言えるのか。何よそれ。だってそうだろ?まだ逆子が治るかもしれねえのに、今から帝王切開しますって決めて、完全なる逃げじゃねえか。だから、もしもの話じゃない。病は気からって言うだろ?今からそんなもしもの話して、治るものも治らないって、そんなこともわからないのかよ。物分かりの悪い子でも見ているように、盛大なため息をつく夫。旦那さん、今から心の準備をしたい奥さんのお気持ちを少しは考えてあげてください。先生のたしなめるような口ぶりが気に入らないのか、夫はうんざりとした表情を崩さない。あんたはいいよな。帝王切開で産むなんて甘えたこいつは俺の嫁なんだからさ。恥かくのは俺。あんたは関係ねえからな。な、先生になんてこと。怒鳴る私に、お前の体のどっかが悪いから逆子になんてなるんだろうが、それを逆ギレかよ。子供の一人や二人、どうして普通に産めないんだよ。普通って何?私は信じられない夫の言葉に、呆然とした。元気に安全に産んであげたいっていうのが、普通の親の気持ちじゃないの?わかってると思うけど、帝王切開なんて恥ずかしいことしたら、離婚だからな。そう言い捨て、同意書を突き返すと、先生に挨拶もせずその場を出て行った。帝王切開が恥ずかしいとは思わない。4人に1人が帝王切開で出産するってそう聞いたこともある。夫の時代遅れの持論の方がどうかしている。その後も、私は何度も説明しようとした。だけど、帝王切開で産んだ子は、苦しい道のりを省略されるから根性なしになる。とか、お腹を痛めて初めて愛情湧くって言うだろ?まともな母親になれねえぞ。とか、理解不能な偏見にまみれていて話にならない。とうとう妊娠10ヶ月目の頭になったが、逆子は戻らなかった。もう待てないわ。同意書にサインして。は?だったら離婚だぞ。離婚の言葉を出せば引き下がると思ったのだろうが、あいにくと私は決意を固めていた。子供の安全を一番に考えられない男に父親になる資格はないのだ。同意書を奪い、離婚届を叩きつける。だったら離婚でいいわよ。今すぐ書いてちょうだい。急に離婚届が出てきて目を白黒させ。後悔するぞ。とぶつくさ言いながら夫は記入捺印した。実家に帰る途中で私は離婚届を提出。
突然帰ってきた娘に両親は驚いたようだが、事情を聞いていたわってくれた。ことを急に進めたから、慰謝料とか養育費について後から連絡取らないとなぁなんて、げんなりした翌日のことだった。元夫から電話がかかってきたのだ。何度か無視したが、途切れない着信に仕方なく応答すれば、泣きそうな声で、助けてくれなんて情けないセリフ。昨日の今日でどうして頼れるわけと不思議に思いつつ、話を聞けば、朝から急な激痛に襲われて死ぬ思いをしたらしい。突き刺すような痛みにうめき、食卓にダイブしてめちゃくちゃになったとか、痛み止めを探し回ったのに見つからなかったとか、しまいには私の不在を罵っていたが、結局耐えられず自分で救急車を呼んだらしい。病院では尿管結石との診断を受けたそうで、今は鎮痛剤を処方されて、家族と入院の相談をすると帰宅したとのこと。ああ、そうなの。確かに激痛と聞くが、鎮痛剤で抑えられているならなんとかなるでしょう、と冷たい考えしか浮かばない。結石って自然に出てくるんじゃないの？以前父も同じ診断を受けたが、鎮痛剤を処方されて、薬による治療で自然に石を排出したのだ。ああ、いや、それもできなくはないけどさ。歯切れの悪い元夫。見つかった石は比較的小さかったのだろう。だったら投薬して経過観察も可能だ。信じられないくらい痛かったんだ。手術だったらレーザーで砕くだけだからあっという間なんだよ。もうあんなの嫌なんだ。それって、ただの逃げよね。どこかで聞いたセリフを返してやった。な、楽しないで我慢しなさいよ。自然と出るかもしれないんだから。で、出なかったらどうすんだよ。もしもの話なんてして、病は気からって言うでしょ？信じないと出るものも出ないわよ。おかしくて笑ってしまった私。元夫は黙り込み、電話を切った。それからしばらくして、同意書は父に記入してもらい、私は可愛い男の子を出産した。名前はユートだ。首にへその緒が巻きついていたと聞いたときは、帝王切開にしてよかったとほっとした。元夫の動向は知れなかったが、ある日、元義母から電話がかかってきた。和也から聞いたんだけど、今別居しているんですって？責める口調ではなく、心配そうな口ぶりだ。結局元夫は入院の準備や一連の手続きなど世話の一切を母親に頼んだらしい。元夫から鍵を借りて家に入ったら、強盗でも入ったのかと悲鳴を上げたほどの荒れようだったらしく、和也に聞いても拉致が開かないのよ。沙織さんが勝手に出て行ったとか、ともかくあいつが悪いの一点張りでね。私は事情を話した。帝王切開への偏見から来る私への中傷、それゆえの里帰り出産。離婚届も提出したと伝えると、元義母はショックで言葉を失ったようだった。電話の向こうで続く無言に、どんなことを言われるかとドキドキしたが、孫が無事に生まれて本当によかったわ。沙織さんが守ってくれたおかげよ。本当にありがとうね。そうねぎらってくれた。元夫のやらかしたことには触れられなかったが、あえて指摘しまいと黙る私。もしよかったら、ゆうと君に会いたいわ。私が行けたらいいんだろうけれど、そろそろ美里の出産が控えていて離れられないの。男の子は初めてだから、ダメかしら。熱心にお願いされ、私はやや敬をされつつうなずいた。元義実家に息子のゆうとと共に訪ねると、元義母が満面の笑みで迎えてくれた。後ろから体格のいい元義父が覗いている。まあまあいらっしゃい、沙織さん。そちらがゆうとくんね。かわいらしいわ。ねえ、お父さん。うむ。ともかく、上がりなさい。元義父は照れ顔となり、中へ誘ってくれた。案内されたリビングに漂う和やかな雰囲気。しかし、そんな空気をぶち壊す奴が奥から現れた。おい、沙織、お前よくもこの家にのうのうと姿を現せたな。久しぶりの元夫だ。あれ、私、
まんまと呼び出された。ちらっと元義母を見るが、彼女は何も言わない。俺の入院の世話を母さんに押し付けて、家の片付けも完全放置。それでも嫁かよ。実家に逃げ帰ったくせに、子供を産んだからってチャラにならねえぞ。チャラだなんて、ケロッとした顔しやがって。どうせ帝王切開で済ませたんだろ。あれほど俺が止めたのに、結局楽したってわけ。根性なしに育ったらお前の責任だからな。お前なんて嫁失格だ。相変わらずすごい言い草だ。水を差すようで悪いけど、もう嫁じゃないわ。離婚届は出て行った日に即提出したの。は？ふざけんな。俺は許さねえぞ。元夫が拳を振り上げ怒鳴った時、いい加減にしなさい。静かな元義母の声がして、元夫は打って変わった優しい声で、やっぱりさすが母さん。ほんとそうだよ。こんな出来損ないの女。対する元義母は、それ以上口を開くなと言わんばかり、目を細め、ぴしゃりと言う。私はあんたに言ったのよ、和也。沙織さんに土下座しなさい。あんたの口からは、謝罪しか許さないわ。静かな口調だけに、私も驚きに目をまたたいた。母さん？おろおろする元夫。沙織さん、本当にごめんなさい。私は教育を誤ったわ。愚かなことに何もかも本当だった。信じきれていなくて申し訳ありませんでした。静かに言って頭を下げる元義母。なるほど、息子の態度を見極めたかったのか。悪いのはそいつで、母さんが謝ることなんて。言い募る元夫に彼女は冷たい視線を向けた。帝王切開では産む痛みを感じないから子に愛情が湧かない。あんたはそう言ったそうね。ああ、うん。だってそうだろ？楽に出てきたらさ。お腹を切るということが、どうして痛みを伴わないと思うのかしら。え？子供は産んだら終わりじゃないの。産んだその瞬間から一生懸命育てるの。お腹の傷はじくじく痛むわ。我が子の可愛さに笑っただけで、鋭い痛みが走るの。痛みをこらえて、でも愛しいから育てるの。その言葉からは、私へのいたわりが感じられた。それは痛いだろうけどさ。だったら子供はどうなんだよ。あっさり出てきたせいで、試練みたいなものをさ、すっ飛ばされて根性なしに。ねえ、和也。子供の性格がどうとか、たとえ関係があるとしても、子供の命があってのことでしょ？私はお母さんにそう返したわ。え？お前も美里も帝王切開で産んだのよ。そう言って薄く笑う。呆然とし固まる元夫。あら、ショックだったかしら。そうね。母親が出来損ないだったなんて。残念でしょうけれど。その腹から生まれた根性なしがお前よ。動揺し頭を抱える夫だったが、沙織さんから事情を聞いて驚いたわ。その言葉にはっと私を振り返った。沙織、そうだ、お前のせいだ。お前が帝王切開なんかするからこんなことに。私に手を振り上げた元夫だが、元義父が間に入ってくれて事なきを得た。元義母は床に転がった夫を見下ろし、美里もね、次の子は帝王切開になりそうよ。お前のような兄がいたら悪影響だわ。美里も?シスコンの毛もあったのか、元夫は真っ青だ。沙織さんに感謝こそすれ、ののしるばかりで頭も下げられない根性なし。お前の顔はもう見たくないわ。元義母はそう一括すると、やっておしまいなさい、と言わんばかり、元義父に視線で促す。黙って夫の腕を掴んだ元義父は、ギャーギャー叫ぶ元夫をずるずると玄関へ引きずっていく。大柄な父親に抵抗できず、元夫は家を追い出された。女を大事にできない夫はほんと、クソね。にっこりと微笑む元義母。普段通りの可愛らしい笑顔だった。離婚に関わるお金の手続きは
慰謝料をたっぷりもらい、養育費も支払わせると確約を受ける満足な結果で、すべて元義母が仕切ってくれた。時々でいいから、ゆとくんに会いたいのだけど。と言われて、なるほど、そういう思惑か。と気づいたものの、美里さんとはママ友になったし、もちろんです。と答えた。元夫の感動は解かれていない。離婚したことを会社に告げ、何をとち狂ったのか。時代錯誤な離婚理由を明かしたことで、女子を中心にソース感を喰らい、ようやくそこで世間と自分の認識の差に気づいたらしい。いや、あれだけ母親に言われて、まだ気づかなかったのか。と正直呆れた。うるさく復縁を求められた私は、一つだけアドバイスした。尿管結石って、再発もあるんだって。せいぜい食生活には気をつけて。そう LINE で送ってブロック完了。この話題でしばらく盛り上がれそうだなぁ、なんて。思わず笑ってしまった。